AKB48AKB48 AK 選抜、総選挙 AKB483 セカンドシングル、選抜総選挙 AKB483 セカンドシングル、選抜総選挙とは、AKB48 の32枚目の CD シングルに参加する選抜メンバーをファンによる投票で決定するイベント。 この選挙の上位16位までのメンバーが2013年8月21日発売の3セカンドシングル恋するフォーチュンクッキー選抜メンバーとなった。また、最終結果が発表される開票イベント AKB483 セカンドシングル選抜総選挙夢は数とじゃ見られないは2013年6月8日に神奈川県横浜市の横浜国際総合競技場で 開催された AKB48 スーパーフェスティバル日産スタジアム小チェちっちゃくないしの第二部として行われた会場での総合司会は徳光和夫と木サ彩子選挙の実施は2013年3月27日に AKB48 公式ブログ並びに AKB48 オフィシャルサイトで発表された今回の総選挙では 初めて立候補制を採用することとなった。また、制限はあるが過去に AKB48 グループにメンバーとして在籍していた人物が立候補できるのも、今回が初めてである。投票期間は2013年5月21日10時から、同年6月7日14時59分59秒まで。開票イベントの模様は、前回と同様、フジテレビ系列により、 地上波でイベント当日18時30分から23時10分まで AKB48 第5回選抜総選挙制放送 SP として生中継された。放送スタジオからの司会は宮根誠司、加藤綾子。番組途中に FNN レインボー発を含んだ。1位となった指原里野は AKB48 の5期生であり。 選抜総選挙史上初めて研究生経験者が1位となった。選抜メンバーによる3セカンドシングルの表題曲、恋するフォーチュンクッキーは AKB48 がイメージキャラクターを務めるお台場合衆国2013のテーマソングとなり、今ではセンターである指原の代名詞となった。以下の条件のいずれかを満たすメンバーに非選挙権があり、立候補期間中に、 所定の用紙に記入し、各劇場の選挙実行委員会に提出、受理されることで立候補となる。本節以下における所属チームは2013年6月8日、時点。各チームの候補者数は兼任メンバーの重複を含む。SKE48 メンバーの所属チームは、チーム再編後時点、AKB48、SKE48、NMB48、HKT48、 JKT48SNH48 卒業メンバーは立候補受付開始日以降、開票日までに AKB48 グループから卒業した、または卒業発表をした。メンバー AKB48SKE48NMB48JKT48 卒業メンバー開催発表日時点で卒業発表をしていたメンバー一度は立候補したが、 開票日までに卒業したメンバー当選人数及びユニットの枠組みは前回と同じ。当選枠は64で1から16位の16人が表題局の選抜メンバーとなる。17から32位の16人はアンダーガールズ33から48位の16人がネクストガールズ49から64位の16人がフューチャーガールズとして それぞれの楽曲に参加する。以下、所属のうち、県は、AKB48 研究生、A 県は、SKE48 研究生、白県は、HKT48 研究生、上は、SNH48、卒は、AKB48 卒業生をそれぞれ表す。なお、SKE48 メンバー及び2013年4月28日付で、 人事動画発表されたメンバーは、立候補は人事発表以前の所属となっているが、結果発表では人事発行後の所属となっている。今回の総選挙における総投票数は劇場版にも投票権がついたこともあり、昨年の約2倍となる過去最多の264万6847票となった。ありがとうございます。